つまんの。わしはどうも腰痛があっての。もう喋らないでください。怖い怖い。なぜ死んでしまったの？どうしたんじゃ？私だって疲れます。2階が寝室じゃ。すまんが、この子を布団に横にならせてもらえるかの。わしはお茶を入れとるよ。わかりました。ここか。母さん。男子なんだよね、この子も。あれは。写真だ。思った通り抜け目ないの。お茶が入ったんじゃが、遅いんで呼びに来たんじゃ。ま、下へ来なさい。すみません、勝手に写真を見てしまって。構わんよ、引
引き出しを開けっぱなしにしておいたのはわしじゃしの。それにわしを脱落させたかったらそうすればいいんじゃ。この老いぼれが長生きできればそれに越したことはないかもしれんが、別段これからの人生に執着もしとらんからの。あれはあなたの未練なんですね。わしも年じゃ、未来に希望なんぞ持たんよ。じゃからかあの写真を見ると時々思うてしまうんじゃ。あの頃に戻りたいのとな。無理ですよ。わかっておるよ。それにの、今はあの子がいるから寂しくないんじゃ。あの頃を思い出せるしの。でも必ず終わりは来ます。お主とでは価値観が違うかもしれんがの、終わりなぞ怖くはないぞ。もっともあの子のことは気がかりじゃが、選定が終わった後も生き残って幸せになれるかわしにはようわからんよ。私に言われてももっとわかりません。あの子の未練のことならお主も想像がついておるだろう。あの子の寝言はわしも聞いたことがあるからの。あれはきっとあの子の眠っている記憶、まあ深層心理みたいなものから出たものだと思っておる。キロで足を止めた時お主は何かに驚いていたからの。あの子の未練はきっと叶わんことじゃ。わしと同じ過去に向けられた未練じゃ。それで選定が終わった後も幸せかどうかを気にしていたんですね。まさか私にあの子をおんぶさせたのって。さすがにそれは想定外じゃ。わしもそこまでひどいことはせんよ。あなたは何が目的なんですか？あの子にご飯を作ってあげてくれんかの。あ、わけわからないんですけど。ならばこうしよう。一度でいい。このお願いを聞いてくれたら、わしの死因をお主に教える。いや、そうじゃなくって。せめて少しでも、この子の未練を叶えてあげたいんじゃ。わしは料理がからっきしでの。あの子が来てから食べたものといえば、コンビニやスーパーで買ったものばかりじゃ。牛塚さんが作ってあげればいいんじゃないですか？わしの息子の嫁にも似たようなことを言われたことを思い出したわい。やっぱり一緒に住んでいたことがあるんですね。息子が結婚してから数年間だけじゃがの。わしの妻は早くに死んだから
わしと息子夫婦3人で暮らしていたんじゃ。孫が生まれる前に息子たちは家を出て、ほとんどそれっきりじゃがの。おっと、話がそれてしまったの。ともかくじゃ、これに関してはわしが料理を作っても無理なんじゃよ。いや、あ、もしかしてあの子の未練はもしかして母親の手料理？あの子が母親に料理を作ってもらったことがあるのかないのかわしにはわからん。じゃがある時、定食屋でテレビを見ていたことがあったんじゃ。他愛のないドラマじゃったかの。ドラマの登場人物に母親がいての、ちょうどあの子と同じくらいの息子もおった。その母親の作った料理を嬉しそうな顔で食べておったんじゃ。よくある日常の場面じゃよ。それを見ていてのあの子は泣いていたんじゃ。自分でも理由はよくわからないと言っていたんじゃが、記憶の奥で思うところがあったんじゃろうな。テレビは時々見ておったが、あの子があんな反応を見せたのはその時だけじゃった。それに気づいた時、わしの本が光ってあの子のカードができたんじゃ。私に母親の代わりをさせるってことですよね。そんなの無茶ですよ。そんなことは分かっておる。じゃからお主も得をするよう、わしの死因を教えると言っておるんじゃ。きっとあなたの未練はあなたのせいで失ったんですね。分かっておる。取引のようなやり方はお主に通じんことはよく分かった。ただのジジイのお願いじゃ。気休めかもしれん。わしの自己満足かもしれん。あの子に手料理を作ってやってくれんか。わしはできることはやっておきたいんじゃ。わかりました。本当か？ただし、それっきりです。今日は遅いので、明日の夜ご飯を作りますから、それっきり関わらない。
牛塚さんからもあの子にそう伝えてください。そして今後私があなたやあの子を脱落させても恨まないでください。うん、約束しよう。わしはもともとお主ら他の参加者を狙うつもりはなかったんじゃ。じゃがあの子が自分の意思で他の参加者を脱落させようと動き出した時、わしは止めることはできん。構いません。それは今の状況でも同じですから。昔もこうできればわしは孤独にはならんかったかもしれんの。では今度こそもう帰ります。明日の夕方6時過ぎにまた来ます。買い物もしてきちゃいます。わかった。わしはそろそろあの子を起こすとするかの。どうかしたかの？お金、さっきのコーヒー牛乳の分と明日の買い物の分前払いしてください。お釣りはちゃんと返しますから。ケチじゃの。当然です。に話したらバカかいでは済まないな。シャワー浴びよう。ナオミ、おはよう。リンカ先輩、おはようございます。カレーでいいかな。カレーならおばあちゃんのレシピがあったはず。
おお、待っとったよ。あ、お姉ちゃん、聞いたよ、ご飯作ってくれるんだよね。僕、何でも手伝うから。料理って。お姉ちゃん。そっか、じゃあじゃがいもと人参の皮を剥いてもらおうかな。うん、わ、その前にまず手洗いね。あの、どうすればいいの？ああ、そっか。そこからか。ピーラーは、なさそう。よし、じゃあ、見ててね。すごい。何にもすごくないよ。じゃあやってみて。ああ、包丁は危ないから気をつけてね。僕が研いだ包丁でちゃんと料理できるなんて。玉ねぎを切るとそうなっちゃうよね。あ、目をこすったらもっとダメだよ。お姉ちゃん、やっと笑ったね。え？ずっと怖い顔だったけど、今はなんかちょっと楽しそう。敵じゃなくて本当に良かった。僕ね、楽しみなんだ。カレーは温めるやつで食べたことあるけど、どうやって作るか知らないもん。ただ野菜切っただけなのにどうなるのかなって。そっか、じゃあ頑張ろうね。できた。おお、ごちそうじゃな。お待たせしました。これでいいんですよね？あの子もとっても喜んでおるしの。お主は食べていかんのか？まさか、ここまで来たんですから私もいただきます。早く食べようよ。おお、すまんすまん。いただきます。ちょっと味が濃くないかな。文句言わないでください。とっても美味しい。
お姉ちゃんの作ってくれたカレーとっても美味しいよ。おじいちゃん見た？これ僕が切ったんだよ。この人参か芋か、あーとってもうまいの。わーい、親バカならぬじじバカ。昔を思い出すの。息子が初めて料理したのもカレーじゃったかの。野菜を切って喜んで、どうして今になって思い出すんじゃろうな。昔ってそんなに大事なものなのかな。僕はいろいろなことを忘れてる。でもおじいちゃんを見てて思ったことがあるよ。僕の記憶の中にこんな幸せでゆっくりした風景はなかった。お主、あ、ちょっと、大丈夫か。落ち着くんじゃ。時々あるんじゃよ。あの子があんな風になってしまうことがです。あの子が何かのきっかけに記憶を取り戻そうとするとき、それが意識的か無意識なのかはわからんが、ともかく頭痛に襲われているようなんじゃ。その後は決まって寝てしまう。心配はいらんよ。数時間は目を覚まさんが、起きたら何事もなかったようにピンピンしとる。すまんの。予想できたはずだったんじゃが、あの子が嬉しそうで忘れておった。じゃが、あの子が料理も食事も喜んでおったのは本当なんじゃ。分かってます。おじいちゃん思いの優しい子ですよね。先帝がなければ弟みたいに感じていたかもしれません。先帝がなければわしらは出会いもせんかったがの。そうじゃの。わしも改めて礼を言わせてもらおう。ありがとう。幸せそうなあの子を見ることができて、わしもまた幸せじゃった。はい。さて、ここからはお主が昨日言った通りにしよう。します。タッパーは返さなくていいです。正直私もちょっと楽しかったです。だからあんまり負い目は感じないでください。もともと気にしとらんから大丈夫じゃよ。さて、別れる前に約束じゃ。わしの死因を教えよう。
孤独死というのはわかるじゃろ。はい、たまにニュースでは見ますから。わしもその一例じゃよ。わしは腰痛があっての、ふとした拍子で痛みが来て動けなくなることも多い。じゃからなるべく缶詰や即席料理なんかを買い溜めておったんじゃ。まともな料理をしておると急に動けなくなってガスも止められず火事なんてことになりかねんしの。それは言い訳かもしれんが、それはいい。雨の日じゃったかの、これまでで一番ひどい腰痛が来た。あとはわかるじゃろ。水も飯もなければ人は生きていけん。数日のうちにわしは餓死した。一日経ったあたりから記憶が曖昧での、正確な日時は思い出せん。自宅で餓死なんて情けないとは思うがの、家族に捨てられたわしの末路としてはふさわしいかもしれん。そんなことは。よいよい、お主も感じているとは思うが、わしはひねくれもんじゃ。あの子に会って少し変わったくらいじゃ。いや、少し戻ったという方がいいかの。家族と仲が良かった頃のわしにの。確かにあったんじゃよ、そんな頃も。せめてもう一度会いたかったの。いかんの、年寄りになると辛気臭くなる上に話が長くなる。わしのことを脱落させにくくしているわけじゃないんじゃよ、これは本音じゃ。では私はもう行きますね。夜も遅いから気をつけるんじゃよ。ありがとうございます。ちょっと待ってよ、俺こんな時間に。借金取りじゃないといいがの。なんじゃやぶから棒に。黙れ。なぜ君が。11の人じゃない。まあいい、まずは貴様からだ。ま、ちょっと待ってください。いきなりやってきてそんな。君はまた他人に肩入れしているのだな。あなたには関係ない。それに私が人を呼んだら不利なのはあなたの方だ。
僕ならそれより早く君の動きを止められる。待って、話を。声を出すのは僕が質問をした時だけにするんだ。わし、貴様の未練を知って。何？だから話を。焦っておるな。余計なことはいらない。貴様の情報だけ話せ。3と11の参加者がうちに来たのを見ておったのだろう。だからなんだ。安心せえ、うちには優秀なボディーガードがおっての。あやつらにわしの未練は知られてはおらん。使命と死因は知られたかもしれんがの。なら無用な説明はいらないな。僕はお前の使命しか知らない。それ以外の情報を教えろ。待ってください。私はすでに牛塚さんの情報を知っています。その意味がわかりますか？あなたはすでに同時使命のリスクを負っている。僕の使命を君も知っているだろう。そして3番や11番の連中も知っているだろう。使命を軽んじるのは不本意だが、今となっては使命の優先権を得るために僕自身のカードを晒すことはためらわない。私だってあなたに知られています。だったらもうためらう必要はないです。君のその瞳が僕をざわつかせるんだ。は？僕も自身のカードを2枚晒すリスクは負えないな。だが君に未練を知られるのも今となっては危険かもしれない。なるほど。この状況は力では解決できそうにない。欲を出してはいけないな。僕の目的は君が言った通り3番と11番の情報だ。昨日の朝以降動きを見せていない。何があった？やっぱりあの人たちの動向が知りたかったんですね。言ったろ、わしの家にはボディーガードがおるとな。ふん。だがこの家に貴様の未練への手がかりがあることはこれではっきりしたな。貴様が言うボディーガードとは誰のことだ？この家には子供が居候していたが、まさかな。プロを雇う金もないだろう。まだ姿を見せない9番の男も結託しているのか。どうじゃかな。その線はなさそうだな。貴様は一瞬僕を見上げるよりも上を見た。
9番の男の顔を思い出していたというところだろう。つまり、お主何者じゃ。余計なことはいい、侮れないな。あんな少女が連中を撃退するとは。あの子はの、三の男にしばらくは行動できないくらいの怪我を負わせたと言っておった。連中は協力しているみたいじゃから、11の女も数日は動けないじゃろうよ。悪いな、あんたの予想を裏切っちまってよ。え、ほらよ。貴様、いつから。たった今だ。ふん。ほう、その体は伊達じゃねえか。